この先は入場料は100ゴールドです。お楽しみください。こんな時に言うのもなんだけど、オカルトに興味はある？だと思った。この学校には隠されたクラスがあるっていう怪談、120年前の生徒名簿を見たら確かに D 組まであったの。昔恐ろしい事件が起きて閉鎖されたって噂だけど、その時にね、集団神隠し事件があったんだって。当時の制度の持ち物があれば何があったかネクロマンシーで確認できそうなのに。もし特に古いものを見つけたら私のところへ持ってきて。退屈する相手じゃありませんか。ふーん、余裕余裕。この先は有料、入場料は100ゴール。お楽しみください。D 組で変わったものを見つけたの？本当に120年前の生徒の学生証じゃない。すごい。これで当時の生徒を高齢してみるわ。どう？準備。触媒の記憶をたどり、持ち主の魂へとつながん。ふんやらかんやら、魂よ、ここに降臨せよ。目覚めよ、蘇れ、ま、成功よ。本当にできるなんて。ねえあなた、120年前の神隠し事件について何か知ってる？120年前、神隠し。 AH382年、 D 組の生徒たちが集団で神隠しにあった事件のことよ。ローラって子がいたの。その子はみんなにいじめられていたわ。おいお前、最近どこに行ってんだ？こそこそなんかしてんだろ。どうやらまたしつけをする必要がありそうだな。あん？なんだこれ。返して。おい、触んじゃねえ。日記じゃねえか。なんて書いてあるの？はい、3月6日、先輩たちの秘密の場所を見つけた。ダメ。この場所は先生たちも知らないみたいだ。ここならあいつらも私を見つけられないだろう。何それ、ウケる。俺らの溜まり場にすればちょうどよくね。行ってみようぜ。あんなところ行かなきゃよかった。一体何があったの？そこには怪物がいたわ。怪物？ローラが言ったの。私は見逃してあげてもいいって。他の子を5人連れてきたら逃がしてあげるって。そうだ。ああ、でもここに2人いるじゃない。やってやるぜ。いい最初を目指すからね。残念ですね。その秘密の場所ってどうやって行くの？4階、隠された部屋の鏡。そんな、まだ聞きたいことがいっぱいあったのに。それは君が見つけたんだから持って行って。私は幽霊と話せただけで満足よ。でも秘密の場所を見つけられたら私にも教えてね。マリは、あんたと一緒なら幸せな思い。Yeah.
余裕余裕。ここじゃねえだろ。ここは私の席だけど。ねえジョン、あなたがローラに自分の席を教えてあげたら。しょうがねえな。ジョンってば、マジで優しすぎじゃない。ハンナ、お前こそ最高だぜ。ヘメ、ジョン、授業に遅れるよ。命拾いしたな。ジェフ、ハンナ、行こうぜ。どうして好きにさせておくんだ。先生に相談すればなんとかなる。本当にそれで解決できるとでも。やめて。その本を使えばみんなに復讐できるさ。うるさい。君をいじめたジョン、ハンナ。そうか、君がそう望むのであれば。ローラに黒魔術を教えたのはこの男かな。ねえ、もし他の日記を見つけたら私にも教えて。
速読んでみよう。先生、実は今年の頭くらいからいじめられているんです。いじめ？どんなことをされたの？その毎日のように殴られたり罵られたり、お金を取られたり、臭いって言われて教室に入れてもらえなかったり、もう耐えられません。先生、助けてください。なんてひどい。一体誰がやっているの？他にもいますが、特にジョンとハンナが。ジョンとハンナが？ローラ、あなたは本当に悪い子ね。はい。そんなことを言っているのはあなただけよ。ジェフ、ジェフ。ローラがいじめられてるって言っているけれど、本当なの？ローラ、またそんな嘘を。僕たちはローラと仲良くなりたいと思っています。でもいつもローラは陰で僕らの悪口を言っているんです。けど先生、ローラを責めないでください。僕たちは気にしてませんから。違う、私は本当に。ローラ、あなた反省もできないの？明日この盾札を持ってみんなに謝りなさい。私は友達の悪口を言いました。先生、私は悪口なんて。まあ、今度は私に文句を言うつもり？いえ。明日ちゃんと謝れたかどうか確認するわよ。バーカ、身の程をわきまえろっての。私、何か間違ったことしたのかな。私は、なんで私ばっかり。先生だって信じてくれない。私はこんなに。ひどい、先生までこんな。次の日記を見つけたら教えてね、お願い。陰で友達の悪口を言ってたんだって。マジかよ。うざ。最低だな。なんであんなのと同じ教室なの？先生にチクる。あいつのペットネズミらしいぜ。ネズミを飼ってるとかキメえな。あら。おい、こっち来いよ。先生に告げ口したんだって？そんなあなたのために。最初はあなたをどう苦しませようか考えてたんだけど、それよりも無事チョコ。準備した甲斐があったな。なんで私にこんなことするの。私、何か嫌われるようなこと。そう、特に理由はないわ。世の中にはどうしてもいじめられるやつってのがいて。ま、お前がそうだっただけの話だよ。運が悪かったな。もう諦めろよ。何言ってんの。すぐ諦めるやつなんていじめてもつまらないじゃない。私、ちょっとごめんね。私のせいで。君の先生は実に頼りがいがあるな。これが君の望んでいた状況ならいいがね。なんだ、もう返事もしてくれないのか。運が悪
かった。いじめられるやつ、あの人たち全部いじめられる。私がどうして、あのおじさんの言う通りだった。よく考えてくれたかい。殺せばいいんですよね。その通りだよ。殺してしまえばもう私のことをいじめられない。殺してしまえ。殺すわ。私をいじめた、私をいじめた、みんな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 死ね。もう無理。あのさ、今さらなんだけど、この日記すごく怖いよ。もう探すのやめよっか。でもせっかくだし、ごめん聞かなかったことにして、次の日記を見つけたらまた教えてね。おじさんの言う通り、魔物たちを召喚できた。この程度の生贄ではせいぜいスライムが限界だが、あれなら話は別だ。てめえ出せクソが。今すぐここから出せ。開けろ。おいこれ聞こえてんのか。少しうるさいな。お前また、どうだ。私をいじめてたやつがあんなに苦しんで死ぬなんて、本当に最高です。やっぱりこの男が。次の日記はどこかな。
き。退屈そうな相手じゃありませんか。日記は持ってきた。うん、よし、ここならよりリアルに読めるね。ルーシー、チョコ、ご飯の時間ですよ。お願いだから許して。悪かったよ。私が怖いからって授業をサボってここに来るのだって楽じゃなかったのよ。魔女ローラ、お前の悪行もここまでだ。私の悪行？私にとっては正当防衛に過ぎませんよ。それともただ黙って殺されろと。罪のない生徒たちを生贄にして悪霊を召喚し、これまで多くの命を奪ったではないか。ああ、それは私じゃなくこのおじさんがやったんですよ。君の言う通りだ。君は何も悪くない。何言ってるの。お前一人だけじゃない。そこに誰かいるって言えば信じるとでも。おじさんが見えてない。全て君一人の仕業だとクリスタルにも記録されている。みんな、あの魔女の言葉に惑わされるな。そうだ、僕も見たぞ。あの魔女の仕業だ。わしらのシマリング山から出ていけ、この魔女め。君は何も悪くない。おじさんは本当はいなかったの。いや、悪いことは全部私がやったんだよ。今までのことも全部おじさんじゃなくて私がやったの。おじさん、私は騙されないよ。見て、魔女が正気を保てなくなったわ。今だ、一気に攻撃しろ。日記はここまでね。ローラは多分そこで冒険者に負けたんでしょうね。ちょっと他の確認したいことがあって。ご存知です。この日記にはローラの記憶が宿っているんです。引き裂かれたローラの魂は力の大半を失って眠るんですが、最近になって彼女はまた目を覚ますことができました。それはあなたが日記を集めてくれたからなんです。ルーシー、チョコ、やっぱり生贄なしだとこのくらいしかできないか。最後まで協力してくれますよね。やってやるぜ。
たのに。こんなところで終わりたくない。おじさん、やっぱりいた。おじさんはいたんだ。エイジ、もういいや。おじさん、一緒に行こう。ガーディアン、また会えるさ。ローラ、ローラはどうなったの？私の体にローラが憑依していた。あなたのおかげで私は元に戻ったのね。これは見つけられなかった最初の日記。これを読んだらまたローラに憑依されたりしないよね。でもここで読まないのは無理。一緒に読もうよ。 AH382 年。待ちに待った魔法学校への入学式の日。魔法学校の子はみんな魔法を使えるらしい。私もあそこなら普通の子でいられるよね。こんな機会が訪れるなんて。私も入学当初こんな気持ちだった。友達ができなかったら私もローラと変わらなかったのかも。これはあなたに預けるよ。また今度興味深い事件があったら連絡するわ。約束。マリはあんたと一緒なら幸せな思い出が増えるって言ってたけどさ。